みなさんこんにちは私のチャンネルへようこそナンバーアンダーバーアイナンバーアイの平野翔が1日放送の日本テレビ系音楽番組 WithMusic2 時間 SP 毎週土曜夜7時に出演ヘアスタイルの秘密を明かした写真平野翔秘密のヘアスタイルナンバーアンダーバーアイの自己評価は1月1日にデビューしたナンバーアンダーバーアイの平野 岸優優太、太神宮寺優太の3人デビュー曲「ボート」から5ヶ月経過した現在を点数で表すように問われると岸は120点平野は50点神宮寺は10点と返答した岸の120点はシンプルに健康的にできたっていう一番根元じゃないですかと3人が怪我や病気もなく元気に5ヶ月活動できたという思いからだと説明また あえて低い点数をつけた神宮寺は5ヶ月で120点つけちゃったらどうしようこの先でまだ伸びしろっていうかこれからもっとやっていくっていう意味の10%だとナンバーアンダーバーアイのこれからの成功を見越しての点数だとコメントした4月には世界最大級の野外音楽フェス「コーチュラ2 0 2 4にも出演したナンバーアンダーバーアイ出るアーティストもみな袖に集まっといてって言われて と平野は出演時の映像を振り返りながら、その際の状況を出番前もバタバタと解雇。リハーサルもなしで、気づいたら自分たちの曲始まってて、背中を押されながら出るみたいな、ぶっつけ本番でサウンドチェックもしてないと慌ただしい出演を振り返った。有働由美子、平野翔のヘアスタイルの秘密に驚き。また、この日は平野が、メッシュの入った髪型について、 MC の有働由美子からポイントについて尋ねられる場面も、あんまり人の写真を美容師さんに見せてなくて、ワンちゃんの写真を見せるんです。いつもチワワの写真を見せてこういう感じにしたいとか、とまさかの返答で有働や MC の松下公平スタジオ人を驚かせることに、美容師さんに犬の写真を見せるようになった理由を平野は、人とかぶりたくなくて、と至って真面目な理由があることも明かしていた。 どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。